皆さん、こんにちは。ソフボーラーの、ジローです。でのりでーす。はい。はい。やってきましたね。やってきました。今日はですね、ちょっと、いつもと違うというか、お迎え？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 なんだろうね。なんだ？ちょっとした自慢というか、ちょっとね、あるものを購入しましたのでね、ちょっと皆さんにご紹介しようと思います。何も聞いてないけど。そう、何も、全然ボール関係ないんで、興味ない方は全然飛ばしてもらって大丈夫です。これは？レッツゴー！レッツゴー！チャンネル登録、よろしくお願いします。はい。というわけでね、今回ね、こちらの怪しい箱をね、お迎えしたんですが。おやおや？そう、僕ね、普段ね、爬虫類イベント、会場、いろいろ見て回るんですけど、出店してる時に、あんまり、ボール以外はね、見ないようにしてます、なるべく。なんでかっていうと、お迎えしたくなっちゃうので。間違いない。間違いないね。うん、可愛い子ばっかりで。で、その中でも、まあ、イベント出店する前から、一応存在は知っていて、ずっと気になっていた、子というか、ものがありましてね。ちょっと毎回、通るために、ちょっとね、ちょっと見ちゃってたんだけど、ついにね、ちょっとお迎えすることができました。何でしょうか？なんだディン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 ディゴールドアイズさんのブレスレット。ブレスレット買ったの？そう、ブレスレットをね、うん、ちょっと、しかもオーダーで。マジで？作っていただきました。そう、お迎えというか、そう、イベント会場でいろいろお話しして、ちょっとね、制作してもらうことになりました。じゃあね、早速ね、開封していきたいと思います。思います。思います。もうこの箱がまずかっこいいよね。ね、高級感しかないよね。ね。ちょっとこれはうちも真似したいの。真似したい。真似したいの。ここさ、金にしてさ、ここ赤にしたような。ああ、わかる。めっちゃわかる。チョッパーと同じ感じ、ね。そうそう。うわ、かっこいい。かっこいいな。かっこいいな。いや、いいな。このワクワク感いいよね。半端ない。半端ない。うおー、めっちゃ、かっこよ。かっこよ。入れ物がマジでかっこいい。そう、基本的にね、シルバーアクセサリーのね、うん、お店さんになるので、もう全部シルバーで統一されてて、めちゃくちゃかっこいいです。こういう細かいところにやっぱりね、うん、おしゃれ感が出るお店はすごいよね。ね、ちょっと早速、ペロペロリと開けていきましょう。よいしょ。いいですか？皆さん準備は。いくよ。いくよ。おぉシルバーじゃないちょっとどういうこと僕シルバーアクセサリーつけないんですよ。そういえばそう。ゴールドしかつけないんですよ。かっこよかっこよちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。うわ、かっこよこれ、ボールパイソンの骨をモチーフにしたブレスレット。で、レギュラーのラインナップは、これのシルバー。が並んでて、で、本物のシルバー使ってるんでめちゃくちゃ重いんですけど、それの、ちょっとゴールドが欲しいなーって相談したら、うん、ちょっともうほんと全部ゴールドにするか、その、金のメッキにするか、真鍮っていう素材にするかとかいろいろ相談乗っていただいて、ちょっとね、今回メッキアレンジっていうのをね、してもらってね、作っていただいたんですけど、めちゃくちゃペカペカすげえ、ね、中すごいよ、中。ボールの骨の中すごいよ。やばくない？ああ、やばい。めっちゃかっけえ。ここにね、うん、ちっちゃくゴールドアイソンのね、刻印がちゃんと入ってんだよ。あ、ほんとだ、ほんとだ。いや、かっこいいな。いや、焦点あった。すごいな。じゃあね、早速つけていきたいと思います。あ、いいな。いや、なんかさ、こういうさ、イベントでのさ、うん、お迎えというか、その、買ったもの報告って、なんかちょっと、YouTuber さんっぽすぎて、ちょっとうちのチャンネルじゃあれかなと思ったけど、ちょっとこれはね、どうしても、報告したかった。そうだね。個人的なものでも、これはちょっとお見せしたくなる、ね。そう。おーかっこいい見てやばいや、これはもうめっちゃ大事にする。一生大事にできるね。これはやばいね。いやっす。もうこの骨感がすごいのよ。やっぱこれがいいよね。うん。いやー、かっこいい。この一個一個骨がさ、うん、バラバラで作ってあるっていうのはすごいよね。大変だよね、一個一個作るのが、うん。で、ちゃんとここ、ほら、チェーンで繋がれてるというか。あ、本当だ、すごい。そう。手抜いてないですって感じで。いやー、すごいわ。やっぱり職人さんだからこそできる、うん、作れるものだよね。うん。そう、こういったね、アイテムがね、コールドアイズさんはいっぱいあるので。ちょっとホームページ見ましょうか、一緒に。そうだね。ね。見てみましょう。
リッツゴー。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、じゃあね、ホームページ、うん、見ていきましょう。見ていきましょう。僕これもゴールドなんですよ。どうでもいいですけど本当にゴールド好き。なんか首元にも、そう、首元のもうね、ゴールド、天才にゴールドがいいっつって、ね、で、ホームページくんこんな感じで、かっこいいよね、やっぱり。かっこいい。基本的に爬虫類、うんうんうん、ヤモリ、ヘビ、トカゲ、ケイガネのアクセサリーが、おー、すげえ、これ。うわー、めちゃくちゃリアル。レオパもあるんだ、指輪の。あ、すごい、かわいい。ね。で、これ、ボールパイソンのマスクと、確か顔の骨だけのペンダントとかもあって、それと、ね、そう、それとこの顔を組み合わせたりとか、これがあれですね、僕が今回頼んだ。これが、本来のシルバーのラインナップ。シルバーもかっこいいね。うん、で、イヤカフもあるんだ。青大将のイヤカフとか、ガーゴイル月光のペンダントとか、うん、青大将のピアス、レオパのピアス。でね、実店舗もあるお店さんになるので、渋谷に実店舗あるのでね。渋谷にお店あるのがいいよね。だし、各ね、爬虫類イベントも遊びに来ていらっしゃるので、うん、ぜひぜひ皆さん立ち寄ってみてください。スネークメモリアルペンダント。そう、ただ、本当に非常にね、大人気のお店さんみたいで、うん、そこまでね、フルオーダーとかは今はちょっと厳しいみたいなんですけど、うん、結構ね、本当にゴールドアイズさん、人柄が良くてね、いろいろお話聞いてくださる方なので、そう、いろいろちょっとわがまま言ってみてください。とても気さくでダンディーな。そう、ダンディーなね、おじさまなので。あんなおじさんになりたいよね。ね。イケおじになりたい。かっこいい。そう。はい。そんなわけでね、今回ね、イベントでのね、お迎え動画っていうのを初めて撮ってみました。もしね、こういった動画もね、引き続き見たいよっていう方がね、いらっしゃったらね、高評価とかね、コメントとかで教えてください。ね、イベントね、僕ら毎月何かしら出てるので、うん、そういう時ちょこちょこね、買い物してるんで、そういうのね、購入品紹介とかね、やってよかったらやっていきますので、ぜひぜひ。それでは、またねー。ご視聴ありがとうございました。当店の生態在庫状況は概要欄にあります。生態リストをご確認ください。チャンネル登録、LINE 登録もよろしくお願いします。それじゃあ、またなー。